篠崎美桜、そして11番注目選手に負けてもらいました6年連続6回目篠崎美桜、東堂菜々子、彼女も注目選手5年連続5回目の出場です。トヨタ自動車から三好菜穂、宮崎選手と三好選手ですね。ここ2人仲いいですけどねさあ今ゲームが始まりました。おお、ここは1本目から篠崎選手がスティールから得点、持ち味を出してきましたね、非常に高くて、またね来シーズンなんかも期待大ですね。楽しみですよ ねちょっと押しましたけど三好選手どうしても決めたい三好、決めたい、どうしても止めたい宮崎顔でディフェンスしてますからね。決まった宮崎の顔に負けず三好がスリーポイントを決めました。可愛いですね2人、宮崎です。ナイスラン、走り込んでよく決めました。決めましたね、やっぱこのカッティングですよね、うまいですね、彼女の代名詞でもありますよね、はい、これはちょっとねこれは伝説、伝説になりますよ、うん、なかなか見られないですからね。見られない、何何何何、これは篠崎選手勝利ということでいいんですかね。この中にも勝負があったんですね、うん、なるほど、見たいですね。そうですね、これもみんな篠崎選手に回して回してますね。ここはインサイド長岡がついていますが篠崎ヒット決めました。はい戦ってる戦ってる、エブリン三好のスリー来ましたね。いやもうチームワークですよね。そうですね、割っていきましたけど、割っていきましたね。三好スリーポイント、あったこれは大きい、これは大きいですね、ついに2点差、うん、さあ東堂三好、あー決まりました。いやみんなの優しさがね溢れ出てますけど、よく決めましたね三好選手。乱れました、マラチックボール、どう来るかな、おー三好のスリーポイント、ベンチもこの盛り上がりです。はい来ましたね、エブリン、さあ元川、大きいのが来た、三好、うわー、6本目のスリーポイント、はい、そして篠崎、決めた、この盛り上がりは本当にすごいです ね、この辺で分からなくなってきましたね。いやそれにしてもこの時間帯しっかりと三好そして篠崎とスリーポイントシュート決めましたね、決めましたね、いいけどこのシュートですよ、決め切るっていうのはやっぱさすがですよね。これは篠崎のスリーポイントです。はあ、いやでもこれ煽ってますね、煽ってますね、お互い声で誘導しながら、はい、そうですね、はあ、会場中を味方に今つけましたね。篠崎持っていきますよ、リバウンドは、ただ原宿もね簡単にはね、いやそうですやらせませんので、もう1本作ってきますよ、7点リード、わあ三好と篠崎、このマッチアップは面白い、1対1三好、三好はこれで20点です。でしょうかね、我々は篠崎選手のこのマッチアップ1対1ありましたね、はい、これはもう本当真剣勝負、まあ、ここをコート上に、ね、話し合って実際に、ね、プレーを繰り広げていましたけれども、ここは貴重でしたね。いや最後の最後まで素晴らしかった、やってやり返して、うん、最後ここを見れたのはすごく良かったなと思いました、はい、すごく楽しかったです。最後本気で1対1をしようってなって、本当今までずっと一緒にライバルチームとして戦ってきた選手だったので、最後本当1対1ができて幸せでした。シーズンでもチームは優勝しましたし、いやもうこんなにいい思いをしていいのかというぐらい最高でした。もうこう最後にこう光栄な賞をいただけて本当に幸せです。本当に長い間
たくさんの方に応援していただいてここまでやってこれました。本当に応援ありがとうございました。最高のバスケット人生でした。ありがとうございました。おめでとうございました。三好奈緒選手でした。本当に最後なんだなっていう実感を持ちながら最高な仲間たちと一緒にプレーすることができて本当に楽しかったです。8年間本当にたくさん応援していただいてやばい、めちゃすいません。今日もこんな大勢のお客さんの中で前で最後にプレーできたことが本当に嬉しく思います。8年間本当にありがとうございました。